鳥居洋蔵、鳥居洋蔵は、江戸時代の幕臣、旗本。洋蔵は通称、意味名は忠てる。ジップは、大学頭を務めた江戸幕府従者の林十歳。父方の祖父の松平常運は、美濃岩村藩の、第三代藩主、乗運のジップは、吉宗の下で、教法の改革を進めた、老中、松平乗里である。旗本鳥居、清純の長女。 豊ヨの婿として、養子子となり、取家を継ぐ。弟に、日米和親条約の交渉を行った、林副妻が、おいに、同じく幕末の外交交渉に当たった、岩瀬忠成、堀利博氏がいる。完成八年、1796年11月24日、林十歳、林公の三男、四男説もあるとして生まれる。聖母の前原氏は即室であった。 文政三年、千八二十年、二十五歳の時に、鳥居、清順の婿養子となって、家督を継ぎ、二千五百国をはむ身分となる。そして十一大将軍、徳川家成の側近として仕えた。やがて家成が隠居して、徳川家吉が十二大将軍となり、老中である、水野忠国の天保の改革の下、目付屋南町奉行として、 支中の取り締まりを行う。渋川隆次期、後藤三右衛門、十三代目、後藤昭三郎と共に、水野の三馬ガラスと呼ばれる。天保九年、1838年、江戸湾測量をめぐって、江川英流と対立する。この時の遺恨に、生来の保守的な思考も加わって、乱学者を嫌をするようになり、翌年の晩社の獄で、 渡辺火山や高野長英ら乱学者を賜する原因となったと言われる。だが、これについては、洋蔵は単なる乱学嫌いではなく、天保十四年、1843年、滝安らの乱学書出版差し止めの意見に対して、天文、歴数、遺実は、万位の書とても、もっぱらご採用小生と主張して反対するなど、その実用性は、ある程度認めていたこと、また、 江戸安巡視の際に洋蔵と江川の間に対立があったのは確かだが、もともと洋蔵と江川は以前から実行の間柄であり、両者の信仰は江戸安巡視中や晩社の獄の後も洋蔵が失脚する高下元年1844年まで続いていること、洋蔵は江戸安巡視や晩社の獄の1年も前から花井と来地を使って、 火山の内定を進めていたことを指摘し、万社の極は、母術夢物語の著者の探索にこと寄せて、乱学にて大摂取等噂されていた、火山町人たち共に、無人島を都会開いたみこう一件として断罪し、鎖国の排外的閉鎖性の緩みに対する一罰、百回置きとして起こされたとする説がある。天保十二年、1841年、南町奉行、 やべ貞則を残言により失脚させ、その公認として、南町奉行となる。やべ家は海域、貞則は伊勢桑那藩に幽閉となり、ほどなく絶食して粉死する。天保の改革における、妖蔵の支柱取締りは、非常に厳しく、おとり捜査を上等手段とするなど健忘術数に、長けていたため、当時の人々からは、マムジの妖蔵、あるいはその名をもじって、妖怪。 カニと通りのカイマモ洋蔵を、洋蔵、カイマモと反転させた上省略したと、あだなされ、忌み嫌われた。また、この時期に、北町奉行だった、東山影元、金四郎が改革に批判的な態度をとって、規制の緩和を図ると、洋蔵は、水野と協力し、円山を、北町奉行から、地位は高いが、官職の大目付けに転任させた、炎山は、鳥居失脚後に、 南町奉行として復帰した。天保14年、1843年に、環状奉行も兼任、陰馬沼開拓に取り組んだ。アヘン戦争後、列強の侵略の危機感から、江川や高島周藩らは、様式の軍備の採用を幕府に上申し、採用されるが、終始反対の立場にあった洋蔵は快く思わず、手下の本城も平次ら密定を使い、 隕石関係にあった長崎奉行、伊沢正義、伊沢の長男生たちは、洋蔵の娘と結婚と協力して、不妊前の伊沢と事前に相談したり、自分の寄り家を伊沢に付き従えさせるなどて、高島に密貿易や、謀反の罪を着せた。長崎で逮捕され、古伝馬町の牢獄に押し込められた高島に、洋蔵が自ら取り調べに当たるなどして、信仰派を、恐れさせたとされる。 だが、これについても長崎会所の長年にわたるずさんな運営の責任者として高島は処罰されたのであり、高島の逮捕、長崎会所の粛清は、会所経理の乱脈が、銅座の制度生産を阻害することを恐れた水によって行われたものとする説がある。改革末期に、水野が常地令の発布を計画し、これが初大名。 旗元のも反発を買った際に洋蔵は反対派に、寝返り、老中ドイリーに機密資料を残らず横流しした。やがて改革は頓挫し、水野は老中辞任に追い込まれてしまうが、洋蔵は従来の地位を保った。ところが、半年後の高下元年、1844年5月、江戸城本丸が火災により消失した。老中主座、ドイリーは、 その再建費用としての諸大名からの献金を十分には集められなかったことから将軍、家吉の不を買い、外交問題の紛糾を理由に、水野が再び老中として、将軍家吉から幕政を委ねられると状況は一変する。土井は前日の不手際の責任と同時に、水野の報復を恐れて、老中を自ら辞任し、養蔵は孤立する。水野は自分を裏切り、 改革を挫折させた洋蔵を許さず、元仲間の渋川、後藤の裏切りもあって、同年9月に洋蔵は、職務怠慢、不正を理由に解任される。翌硬化2年、1845年2月22日に、鳥居は、有罪とされ、全財産没収の上で、日後人吉藩主相原長福に預けられると決定しが、4月26日に、出は岩崎藩主、 佐竹義順に預け替えになった。結局10月3日に、佐抜丸亀藩主、京国高明に預けられる。水野自身も2月に、再び老中を悲鳴され、家督を実施の田き世に相続させた後に実居隠居。その後水野家は、出羽国山形藩に転封されている。鳥居が、佐抜丸亀藩預かりとなった同日、渋川も、 水野と連座して、文後薄木藩主稲葉貫通に預けられ、後藤は山主、本城は針間三日、月藩主森永国に預けられた。また、伊沢も長崎奉行を罷免され、西丸留守居に左遷された。これ以降、洋蔵は、明治維新の際に恩赦を受けるまでの間、20年以上をお預けのみとして、南京状態に置かれた。丸亀での洋蔵には、 昼夜健康で監視者がつき、使用人と医師が置かれた。監視は厳しく、時には私物を持ち去られたり、一切無視されたりすることもあった。加映五年、1852年の日記には一年中、話をしなかったという記述がある。そんな無料を慰めるため、また健康維持のため、若年からの漢方の心得を生かし遊兵屋敷で薬草の栽培を行った。 また自らの健康維持のみならず、領民への治療も行い慕われた。林家の出身であったため学識が豊富で、丸亀藩士も教えを恋に訪問し、彼らから数計を受けていた。このように、軟禁されていた時代の養造は、妖怪とあだなされ、嫌われた、武行時代とは、対照的に、丸亀藩周辺の人々からは尊敬され感謝、されていたようである。丸亀にいた間に、 鳥居が食べたビワの種を窓から投げ捨てていたら彼が去る際に立派な大木に育っていたと勝海舟が記している。江戸幕府滅亡前後は監視もかなり緩み、洋蔵は病と戦いながら様々な変化を見分している。明治政府による恩赦で明治元年1868年10月に幽閉を解かれた。しかし洋蔵は自分は 将軍家によって入るされたのであるから上様からの斜面の文書が来なければ自分の幽閉は解かれないと言って容易に動かず新政府や丸亀藩を困らせた。東京と改名された江戸に戻ってしばらく居住していたが明治3年1870年協議の寸譜現在の静岡市に移住この際実家である林家を頼ったが林家では彼を見知っている者が一人も いなかったという、明治五年、1872年に、東京に戻る。江戸時代とは様変わりした状態を外端し、自分の言う通りにしなかったから、こうなったのだと憤慨していたという。晩年は、知人や、旧友の家を訪ねて、昔話をするような平穏な日々を送り、明治六年、1873年10月3日、多くの子や孫に見取られながら亡くなった。 去年78、墓所は、東京都文京区の吉祥寺。儒学者の家に生まれた洋蔵は死をよく戻した。特に幽閉時代は、無料を慰めるため施策に励んだが、自身の悶々とした思いが込められている。例えば次の死は赦面されて23年ぶりに江戸、イコール東京へ帰ってきた時の10回である。ポエム講師通称セリーテ京宇がじょくだか知らん。 小鳥子に深持ちある後の50年すべからく見るお得、できれば新衆恐れ楽派これ。エビスザトとサクランポエム。鳥居王像を好意的に書いている小説として、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。